生物学分野での繊維とは、ある環境条件下での生物群衆の非周期的な変化を指す言葉である。例えば、野原に草が伸び、そのうちに木が生えてきて、いつの間にか森林になるような変化がそれにあたる、植生繊維の説明イラスト植物が土地で生育することによる環境形成作用が主な原因となり、時とともに場所の環境が変化していく現象を植生繊維という。 陸上で進行する植生繊維を完成繊維、水圏で進行する植生繊維を湿成繊維という呼び方もある。気質に全く生物を含まないところから始まる繊維を一時繊維という、生物やその他の風化の影響を受けていない地球表面というものを考える。自然界においては溶岩流や氷河の侵食によって作られた土地、岩盤の上等がそれに当たるが、 そのような土地は現代では極めて限られるため、一時繊維が起こり得る土地というのも限定的である。そのため、一時繊維より、工述する二次繊維の方が自然界では起こりやすい。まず土壌がすでに存在すること、そして気質である土壌に、若干の生物、例えば土壌中の種子は、木元といえども、繊維の初期段階から侵入してくることもある。 窒素固定能力のある植物は、近栄用地でも育成が可能だからだ。また、繊維の進むスピードは、抗生種や生物群の成長速度、気候や土壌など様々な条件に左右されるため、上でも述べているが、奇襲期的な進行であることが多い。自然環境が破壊された、採石場跡地などにおいて、植生繊維を人為的に誘導することにより、 植生繊維に速度を増し、早期に豊かな自然環境を創出した事例が報告されている。植生繊維誘導の手法は、豆科の総本類や肥料器を、さらに周辺植生調査による強度植物を主体とした極創林を形成するように植物を適切なパターンで植栽、発種しさらに除草、追肥、干抜及び剪定などの十分な管理を行うことで、 実現する。動物の糞や落葉落死などの上に出現する菌類群衆でも繊維が見られることが知られている。動物の糞は様々な菌群が観察できることがよく知られている。糞以外からも出現する菌もあれば、ほとんど糞からのみ出現するものもある。その出現の順番には、ほぼ一定の型があり、糞聖菌の繊維と言われる。通常、最初に出現するのは、 接合菌門の毛カビ類である。毛カビ、水玉カビなどは特に頻繁に出現する。後者はほぼ分からのみ出現する種である。接合菌類の出現は2から3日目から1週間くらい続く。ほぼ同じか少し遅れて小型の不完全菌類が出現する。不完全菌はかなり遅い時期まで出続ける。1週間目くらいから 一ミリメートル以下程度の小型の小実体を作る死脳筋門の筋が姿を表す。さらに、二から三週間目くらいに人よたけなど、端子筋門が出現すると、これ以後は、次第に、粉製筋から通常の土壌筋の群衆へと移っていく。この繊維の原因は、以下のようなものだと考えられている。枯葉や枯れ枝などの場合にも、 粉成菌とほぼ同様な繊維があることが知られる。新鮮な落ち葉には、接合菌が生育し、短時間で胞子形成を行うと姿を消す。死脳菌はやや遅れて出現し、長時間にわたって生育する。原因は、粉成菌の場合とほぼ同じと考えられている。ありがとうございます。